どうもー、中野と広い一番の手間に、どうも、エンチャンネルでーす。マリホーイエーイイエーイマクイエーイイエーイイエーイもうーもうーありがとうレアのプンブルードブルリルプンドルリルありがとうありがとうあーあよかったいや昨日に続きね、 だいぶだいぶちょっとね、チャンスを逃し続けて、このまま行っちゃうんじゃないかとね、思ったんですけども、決めましたよ。レイアウド選手が決めましたよ。もう、裏返っちゃった。もう、ね。いやー、嬉しい。嬉しいっすね。2-1で勝てるんですね、マー君。もう6点取らなきゃ勝てない時代がありましたからね。うん。これは、こう、リリーフ陣が安定してきたということで、OK ですね。これは。大丈夫ですね。 大丈夫ですね皆さん。いやー、よかったですね。本当に本当に。わあー、もうレアード選手がなんか、いい、なんか、霜降りのね、こう、いい肉をもらってましたね、今。どこの肉なんだろう、これ。さあ、振り返っていきましょう。えー、中野的で千葉ってまいりぞーンチャンネルの、ひろいと申します。えー、ロッテタイヤクルト、えー、6月10日木曜日、あとトゾゾマリンスタジアム、2対1でロッテの勝利イェイ 今日は佐々木朗希、佐々木朗希投手でございました。ね。令和の怪物。えー、今日もね、バシバシ決まってましたね。いや、本当に <laughs>、感覚バグりますよね。大谷投手といいね。なんだろう、スアレス投手といいね。阪神の、守護神のスアレス投手とかもそうですけど、朗希投手も、ずっと153キロくらい投げてるんで、あ、なんか俺でも投げれるのかなみたいに。ね。 思ってしまうんですが、まあ、僕が今投げたところで多分90キロぐらいだと思うんですけども、ねえ。いや本当に、ロ期投手は、大崩れしないですよね。本当にこの、なんつうの、令和の怪物って言われてね、163キロ高校時代出して、ね、本当にこう、ビタビタなところにね、150キロ台のストレートとね、いい感じの、え、変化球をバンバン決めてく感じでですね、本当にこう、まとまりがありますよね。なんか、堂々としていて。ただね、 やられましたよ今日はね、勝ちがつきませんでした。なぜか村、村上宗隆、村上宗隆選手ね、青木宣親選手と村上宗隆選手、こう戦国武将みたいな名前、トップ2の2人のうちの1人、村上選手がね、安田選手の同級生、2回に、うわーっていうね、声出た。 ファンの方も多いと思います。僕もね、うわーうわー出たーって思いましたね。この3連戦ね、そこまでこうホームランとかね、こう、なんか超だ超だみたいな感じじゃなかったのでね、ちょっと村上選手、まあヒットは出てたんですけども、ちょっとね、息を潜めてた感じがあったんですが、とうとう、少しね、鍵沼選手がこう、内角に構えたところに少しだけ内に入った、えー、低めのストレートかな、あれは。 をもう、すくい上げるように持ってっても、打たれた瞬間にね、佐々木朗希投手もガックししてましたね。もう、これぞ、ザ・村上・胸高ホームランでしたね。あれはライトスタンドに、中段に飛び込むホームランね。いやー、素晴らしい。さすがですよ。ただね、ヤクルトはこの1点、もう、 ヤクルトもね、ちょっと、攻めそぐ、攻めそびれましたね、今日はね。うん。そして、えっ、ー、と、ロッテは、えー、佐々木千早投手が、まあ、ランナー出しながらも、無視点。千早投手もね、安定してますよね、本当に。安定してるよな。<laughs> 本当にあのスライダーといいね。やっぱ、いいとこ決まりますよね。千早投手も本当に、まとまってますよね。まとまってるしか言わないんですけど、僕は。もう、 まとまってるような本当に、チアヤ投手もね、こう、大崩れする。やっぱりね、こう、一発とかね、長打をこう、ポーンって浴びる時もあるんですけども。やっぱりね、こう、大崩れするビジョンが見えないですよね。今んとこね。本当に調子いいんだなと思うですね。こう、もう、なんか打たれないというか、本当に自信を持ってね、なんか直球も変化球も投げてるような感じですよね。そして、今日、勝ち投手になりました。見事。カラ投手。カラ投手もね、抑えてくれました。もう、ヤクルトは、強力打線なんですよ。本当に。ね。 それも、カラカラ投手も抑えてくれて、マサー投手も、ね、最後、ランナー出しましたが、ファーボール出しましたが、最後、ゲッツーで、締めて、えー、勝負ありということで。で、ロッテ側は、もうね、今日も、全然ね、チャンスでね、なかなか点が入んなくてね、こう、サイスニード投手がね、あの、ね、おひげのすごい、こう、ボールドヘッドでおひげのすごい、サイスニード投手ね、やっぱりその、序盤、 あれ、やっぱ、すごいんじゃないかと思いきや、やっぱりね、4回ぐらいで前回も崩れちゃったらしくって、今日もやっぱ4、5回からね、ちょっと別人、3回ぐらいからね、ちょっと怪しかったんですけども、別人のようにフォアボールをね、ちょっと出してしまいましてね、やっぱ脱三振が持ち味の投手って聞いてたんですけど、今日は4脱三振。うん。で、死球が5かな死死球が5終わったのでね、ちょっとそれは痛いですね。で、さらにこの5回の、ええと、 えまず、藤岡選手かなが出て、柿沼選手が、えー、バントし、したんですけども、バントしたのかなんバントしようとしたけど、結局フォアボール。で、えー、さらに、大木野選手が、もう、えっ、ー、と、ノーアウト。一、2、塁だったのでね。まあ、ワンアウト、二、三塁にしようと思って、送りバントしたら、えー、サイスニード投手が、ファースト100送球というね。うーん。 これはね、ちょっと痛かったですね。で、ただ、ね、その後もね、村上選手が、サードの村上選手がね、こう、ファインプレーで、えー、盛り立てまして、本当にね、この、ヤクルトもね、空気がいいんですよ、今。なんかね、巨人が今2位なんですけどもね、そのや、左右のヤクルトがちょっと刺しそうな雰囲気はありますよね。うん。そしてそして、えー、7回ね、山田選手のね、ヤクルト山田選手のゲッツー、 で、えー、っと、ああこれゲッツ取捉えたかと思ったら、ファースト薬草級で、えー、2アウト2塁の、ね、チャンスを手に入れたんですけども、角中選手。これもね、また、ザ・角中、ザ・角中・勝也レフト前ヒットで、えー、まあ、中村翔吾選手が本塁狙うんですけども、アウト。うん。ヘッドスライディングでね、ちょっと倒れ込んでて、えーっと、どっか行きたいのって思ったんですけど、あの、ただショックで倒れ込んでたっていうね。それは良かったですね。中村翔吾選手、さすが、頑丈でございますね。 いやー、それでね、もう本当にポニョ選手中もゲッツーだったりとかね、ちょっと今日もね、攻め、そびれ、攻め、そびれ、攻め、あぐね。毎回日本語はわかんなくなっちゃうんですけども、8回もう、ヤクルトもね、万全の今度投手からの、えーと、えー、投手、忘れちゃったけど、え、今度投手かな今度投手からの、清水投手かな清水投手から、ね、レアード選手が、 値千金の、もう15号勝ち越しホームラン素晴らしいこれはほんと素晴らしいもう、今日はもうまんま行くかと思った。いや、清水投手もね、中継エースですよ。ほんと、7試合ぶりの失点。もうこのレアード選手のホームランで崩れるかと思いきや、やっぱ清水投手もね、全然崩れない。さすが、やっぱ中継エースっていう感じですよね。うん。なんだろう。 やっぱヤクルト、ロッテでいうこのカ川カ投手のポジションをね、担ってるだけありますよね。清水投手はね、去年から、まあ中継エースみたいなところでしたけども、セットアッパーとしてね、活躍してる中でそこをね、打ちました。ブランドンが、うちのブランドン・レイアードが打ちました。いやー、それで、えー、松田投手が抑えて、カード勝ち越しということで、まあ昨日のね、ちょっと悪い流れをなんとか、まあ、断ち切ってくれたのかな、うん。 そしてね、えー、っと、今日はゾゾマリンスタジアムね、この三浜区にできた、えー、マリンスタジアムで991勝。うん、あと9勝で1000勝通算ということでね、<laughs> そろそろ、ええー、迫ってきましたよというのと、今日はあの、主審が木内さんだったんですけども、あの、ボール交換するときにこう、ね、審判投げるじゃないですか。そのときに木内さんがあの、サイ、なんか、左のサウスポーのサイドスローみたいな感じでシュって投げるんですよ、ね、それがね、すげえかっこよかったっていう。 ただそれだけの話です。はい。えー、明日はですね、ジャイアンツとの、ジャイアンツとのね、えー、3連戦なんですけども、巨人がね、今日も、オリックスに、6-0、完封負けしててですね、ちょっと流れが悪いんですよ。だからね、まあ、巨人ナインもね、燃えてくると思いますよ。うん。で、明日、ロッテは元前投手、1勝1敗、7点、えー、防御率7.70、あ、07、すいません。もうね、あの、前回もね、 中日に2発、えー、ソロホームランを浴びたんですけども、まあ、それ以外はいいピッチングをしたので、まあ、井口監督は次もあるぞって言ってたので、元前投手、ちょっとね、ホームのゾゾマリンで、ね、開幕戦、開幕戦ちゃうわ、あ、ロッテの開幕戦か、でも、うん、4月、えー、31でしたっけ、5月1日でしたっけ、中野さんが見に行ったね、あのロッテの初勝利をもたらした元前投手ね、ちょっと、なんとか、お願いしますよ、5月1日ちゃうわ、4月1日は、ね、うん。 で、えー、巨人はメルセデス投手、えー、1勝0敗0.00いいですね1試合登板ですけどもまだ無失点のメルセデス投手が相手、えー、6月11日、えー、金曜日ゾ o マニスタジアム17時45分からいやー明日はねジャイアンツですよもう今ねこの一球速報明日のところ見たらねもうあの全国ネットの全国放送などラジオがとんでもない曲数やるんですねさすが巨人っていう感じでございますよね巨人も本当に ねえちょっと流れが悪いのでなんとかねちょっと一勝したいと思って千葉に乗り込んでくると思いますんでぜひロッテ、えー、ロッテナイン迎え撃っちゃってくださいなということで中野とピロイ千バロッテマリーゾーンチャンネルヤクルトファンの皆さんどうもえー、とセ・リーグファンの皆さんもぜひ今日の試合の感想とか書いていってくださいロッテのここが良かったよとかぜひ書いてもらえたら嬉しいですでは中野とピロイ千バロッテマリーゾーンチャンネルでした明日は中野さんが現地に行くよバイバイ